前回、ここで戦った七福パークの殴ってみる屋なんですけど、またここに現れてるんで、もう一回やってみましょう。また負けた。一発食らわした奴がいるって本当かよ。あいつに勝つまで他の奴に負けるわけにはいかねえんだよ。来ましたよ。おっす。お前は、調子良さそうじゃないか。八神さん、会いたかったぜ。あんたのパンチ、今度は食らわないぜ、こら。ずいぶんと自信があるみたいだな。あれからさらなる練習を重ねたんだ。今の俺は誰も殴ることはできねえぜ、こら。どんな練習なんだ。殴ってみろや。挑戦料は1回5000円だ、ほら。殴ってみやがれ。殴れるもんなんだな。あれ、5万円くれんの？くれるんだろ、やるけど。またギャラリーが来た。予言するぜ。てめえ俺にパンチを当てられず、力尽きて地面に這いつくばる。パンチじゃなくてもいいんだよね。蹴りでもいいんだよね。面白い。やってやるよ。もう何なんだよ。はい、じゃあおしまいじゃん。うん、いや、まともにね、攻撃を食らわせるよりもこの方が簡単。もう俺はシステムの隙を突くことにした。くそ、2回も当てられるなんて。約束の賞金だ。持っていきやがれ、こら。よーし、金をもらった。それにしても大したもんだな。町のゴロつきどもにはよく絡まれるんだが、あんたほど攻撃をホイホイ避けるやつは見たことないよ。いや、100発100中なんだけど。俺の技は全部師匠から学んだんだ。前代の殴られ屋だった師匠にな。あーってことは龍が如くシリーズで出てきたので4までだと思うんだけど、5以降はここに殴ってみる屋いなかったよな。4で谷村にやられたやつが師匠ってことか。その人みたいになりたくて俺は殴られ屋になったんだ。おい、なんと教えてくれよ。この先に俺が到達するにはどうしたらいい。うーん、実戦あるのもいいじゃないかな。殴られ屋だけじゃなくてさ、実戦つまり殴る方もやれってことか。ああ、どう避けるかだけでなく、どう攻撃するかも学んだ方が相手の攻撃を読みやすくなるんじゃない。なるほど。だったら町のやつらに喧嘩を挑んで実戦だ、こら。殴ってやるぜ、こら。いやいや、自分から喧嘩を打っちゃダメだろ。ああ、それもそうだな。でもだったらどうしたら。俺よくチンピラから絡まれるんだよね。そういう時よかったら助けてくれないか。八神さんを。ああ、俺京浜ドームのやつら目をつけられてて、ほんとよく絡まれて迷惑してるんだ。そういうことなら分かったぜ。あんたが絡まれてるのを見かけたら宿題するぜ、こら。妙な仲になっちゃったな。だが気をつけてくれよ。あいつら武器も使う。危険な喧嘩になる。ふっ、任せてくれ。ナイフだろうとバットだろうと、あんたの攻撃に比べは怖くねえさ。殴ってみろや。よーし、牽引止めのチンピラども、殴れるもんなら殴ってみろだ、こら。なんか知らんけどフレンドが増えた。で、まあ、そうこうしてる間にまたね、牽引止めのやつらが街に現れてるんですけど、まあいいや、これは飛ばそう。まあ倒してると思うけどカットしますね。はい、劇場前に来まして、この前メールをくれたサナちゃんがここで演奏してるんですけども、まあだいぶ前に比べたらファンが増えたようで、もうこんなにたくさんいるんですよ。で、まあ前からいたあの3人組もいるみたいで、あの神、サナ、命と、あと顔がプリントされてるやつを着てる3人組が真ん中にいますけどね。ちょっとここから話しかけて、あれ後ろにいたんだけどな。八神さん、見に来てくれたんですか。たまたま通りかかっただけ。まあ、こっちもなんとなくわざとらしいけど、まあ、サナちゃんの歌を聴きたかったからで。ああ、なんかサナちゃんの歌を聴きたくなってね。嬉しいな。あ、これだけ。じゃあ今日はいつもより張り切って歌っちゃおうかな。
チェ、あいつだけ特別扱いかよ。羨ましいな。はあはあ、サナちゃんのうれしそうな顔、嫉妬で頭おかしくなっちゃいそうだよ。ん、あれ、あいついない。綺麗さっぱり誰もいない。いつの間に。で、これはどうしたらいいんだ。マップには見たところいないみたいだけど、適所にうるついてみるか。ん、あー、メッセージ来た。ヤムさん、ネットで私の動画が上がってるの知ってます？そう、見たことないな。自分で上げてるの？はい、実は地元にいる時から時々私のことはみんなに聞いてもらいたいって思って。知らなかったな。それがどうかしたの？神村町で歌うようになってからはもう上げてなかったんですけど、最近ネットですごく話題になってたみたいで、それを見た芸能事務所の、方が連絡してきたんです。一度会って話がしたいって。すごい、さすがサナちゃん、嬉しいけど心配だ。まあ、前回のことがあったからこれにするか。サナちゃんが、認められるの嬉しいけど心配だな。前のことがあるから。心配してくれてありがとうございます。嬉しいです。おお、半分ぐらいも上がった。でもそこは私でも知ってる事務所なので、前みたいなことはないと思います。ちょっとだけ不安ですけど。不安なんだ。何が不安なの？とりあえず会ってみたら気持ちはわかるよ。これかな。なんとなく気持ちはわかるよ。あんなことがあった後だし。はい、でも会ってみようと思います。あ、また上がった。とりあえずはこれでいいのかな。何も出てないよな。出てなさそう。どうしようか。なんか、わっつ、めっちゃチンプラ追っかけてくんな。ちょっとね、体力消耗したから飯を食わせてもらおう。肉じゃが全開だよ。すごいな、肉じゃが。これ陽介からの依頼。変態のことで内密な相談です。エムサイドカフェに行けばいいんだな。お、いたいたいた。おっす、陽介。どうした陽介君、依頼の件で来たんだけど。矢上さん、待ってました。あれ、今日は月乃様いないの？ええ、今日は俺だけです。そうで、依頼の内容はなんか深刻そうな感じだったけど。そのちょっと言いにくいんですが、変態三重師のことでして。ああ、やっぱりそっか。確かまだ3人目が残ってたっけ。八神さん、ご存知ないですか？変態三重師の3人目がどんなやつか。知るわけねえだろ。聞いたことないな。変態三重師の最後の1人、そいつは覗きまでしてデバガメハンジと呼ばれる男らしいです。デバガメハンジ、これで終わるんだろうな。デバガメは覗き魔のことだからわかるけど、判事ってどういうこと？ラブホでカップルの行為を覗き見して判決を下すそうです。有罪か無罪か。ああ、裁判官みたいな。なんだそりゃ。神聖なる男女の営みの、裁定者を気取っているみたいでして、冒涜的な行為だと思われると写真を撮られてネットにアップロードされるらしいです。冒涜的な行為ね。何のことやら。ああ、まさか陽介君がその被害に彼女との行為を捉えたの？そうではなくてですね、俺は彼女いますけど、アメリカに留学中でして、被害者俺じゃないんですよ。陽介君が被害者じゃないとすると、まさか。そうなんです。被害者は月乃なんです。彼氏とのエッチシーンを捉えちゃって。なんてこった。てか月乃さん、彼氏がいたのか。それに有罪だったってことは一体どんなことをしてたんだ。おかげで月のやつを落ち込んで引きこもっちゃったんです。犯人はデバガメ判事で間違いないの？ネットにアップされたら大変なことに。はい、姿を見たそうですから間違いありません。姿を見た？ラブホの室内で。フラッシュをたかれたのが分かって、ホテルの窓の外を見たら、外の壁に変態がイモリみたいに張り付いてて、凄まじい勢いで逃げていったそうです。張り付いてたって、どうやって？分かりません。でもあの写真を何とかしないと、ネットにアップロードされる前に。今回思った以上に深刻な案件だな。
依頼料5万円だったね。払える？はい、よろしくお願いします。その変態がいたのはホテル街のトップオブオーシャンというホテルです。ああ、分かった。その周辺を捜索してみるよ。よろしくお願いします。ひとまずホテル街に向かってみよう。したらなんか陽介なんか喫煙所に移動してんだけど、急に。矢上さん、ほら全然違うこと言ってるし。いません。うん、さっき殴ってみろよ紹介したんだけど、実は。じゃあホテル街に行くか。おっと、サナちゃんか。あ、サナちゃんだ。あの、迷惑じゃなかったらいいんですけど。何？長いな。この間のお礼をしたいのでお会いできませんか？いい。俺も会いたかった。断る。どうする？真ん中にするか。いいね。実は俺も会いたかったんだ。今からホテル街行くんだけど。え、そうなんですか？ああ、もう一度会って話したいと思ってた。嬉しいです。どこで待ち合わせします？劇場前広場近くのカムロシアターの前ならわかるよね。はい、大丈夫です。楽しみにしています。そうだ、デートの前にサナちゃんに何かプレゼントを買っていこうか。ルーマルシュならいろいろ売ってそうだな。なんかこれは龍が如くのキャバクラでもあったな。まあ別になくてもいいんだけど、まあそれより先にサイドケースをやってしまおう。この辺でいいのか。わっと、なんか見つかった。ここにサイドケースのマークがついてんだけどな。いやさ、全然見つかんねえなと思ったらいたわ、ここに。あれは。オーマイガー、なんていかがわしいプレイです。許せません。ギルティー、有罪です。あんな高いところに、器用なやつだな。よし、鳩で撃ち落としてやるか。まあ死ぬこともないだろう。まあドローンに攻撃性能加わったからな。よし、覚悟せよ。おら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 マジで虫みてえだな。あ、逃げた。なんてやつだ。ゴキブリかよ。だがまだ遠くには行ってないやつだ。追いかけるぞ。待ちやがれ。どこだ、どこ行った。あ、逃げた。撃ち落とせ。おらおらおら、まあ、ふい。くそ、これちょこないな。おとなしくしろ、ボケ。これさ、くそ、どこ行った。あ、いた、いれいれ、行け。すごい、おとなしく、おなにつやがれ、ほら。もうちょい、もうちょい。お、撃ち落とした。よっしゃ。ああ、しぶといやつ。で、地上戦か。まあ、こいつは一応3人目だからな。そこそこ強いかもしれない。おい、大丈夫か。なんてひどいことを、ユウがやったんですね。神聖なる前にジャッジメントを邪魔するとは許しがたい男なのです。犯罪者が正義の判事を気取ってんじゃねえよ。裁かれるのはお前の方だろうが。あなたはギルティー、有罪です。この私自らパニッシュメント、死刑にしてあげます。やめとき。地上戦か。よっしゃ。おやし、こいつ挨拶があるよ。よし、ダブルセーブ覚えたからな。
だいぶ戦いやすくなった。そい、そろそろオーラまとったりするかな。いてててて、おらおらおら、おし、あっつフレンド技。さあ来なさい。よし、もうちょい。おっちょっと、いて、くそ、避けきれなかった。ちょっと危ないな、危ないけど、まあ別にこのまま何とかなる。なんかオーラまとったりしないんだな。おっと、ガード破ってきやがった。ちょっともっと大技を使いたかったけど、まあいいか。ゲージが点滅した時に出せる EX アクションがあるんだけど。ああ捕まった、もう終わりか。八神さんありがとうございます。これでもう例の写真がアップロードされることもないよ。ああよかった、他人にあんな場面見られたらマジで生きていけないし。ん？あんな場面見られたら？おかしいな、被害者は月野さんなのにまるでその場面見たかのような言い方だね。え、あ、それは矢上さん、ゲー、月野、 お兄ちゃんまで一緒にどうしたの。月野さん確か落ち込んで引きこもってたはずじゃ。落ち込む、引きこもる、なんでですか。なんでって、デバガメ判事の被害に遭ったって陽介君に聞いたけど。何のことですか。おっと、どういうことだ。陽介君が依頼してきたんだよ、ラブホで月野さんが彼氏の行為を盗撮されたって。何ですかそれ、私知りませんけど。陽介君どういうことだ。すみません、月の被害者っていうのは嘘です、嘘なんです。ちゃん何やってるの。これには深いわけが。そういえばさっきあんな場面を見られたって言ってたけど、写真を撮られたのってまさか。さすが八神さん、探偵には隠し事ができませんね。やっぱり盗撮されたのは君か。なんで嘘ついたんだ、彼女と撮られたって言えばいいじゃないか。それはん、でもおかしいな。あかり、シュリ、あかりかな、あかりちゃんアメリカにいるはずだけど。ん、あかりちゃん、陽介君の彼女。はい、はい、私の友達、お兄ちゃんの恋人です。今アメリカに留学してて遠距離恋愛なんです。帰ってきてるなんて聞いてなかったけど。ねえあかりちゃん、帰ってきてないよね。うん、今もアメリカ。待てよ、だとするとホテルで一緒にいた相手ってまさか。そのまさかです、一緒にいたの別の女の子でして。お兄ちゃん浮気してたの。遠距離恋愛でも大丈夫って約束したでしょ。落ち着け月の、だからこれには深いわけが。しかも八神さんにひどい嘘までついてどうしてよ。いやだってほら、一応八神さんと月の知り合いだし、正直に依頼したり八神さんが月のに話すかもしれないし、万が一もそんなことになったらあかりに殺されるし、月のがどんな顔するかもう全部バレてるけどね。あマジで怒ってるなこれ。妹に叩かれるとか。有罪、お兄ちゃん有罪よ。陽介君こればっかり弁護できないね。確かに君は有罪だ。すみません、この度は兄が迷惑をおかけしました。まあ一番の被害者は月野さんだけどね。そうですね、八神さんに誤解されかけましたし。ほらお兄ちゃん行くよ。ああそれと八神さん一つ訂正が。ん、何、私、ん、彼氏いませんから。ん、え、では何アピールしてる。俺今サナちゃんとデートするところなんだけど、これから。やれやれ、今回はまんまと騙されたな。だけどこれで変態三重師もみんな逮捕された、そこだけは一安心といったところか。本当にこれで終わりなのかな。なんか割とあっさり終わっちゃったけど。よし、じゃあ劇場前に行こうか。よし、体力も回復させたし、よし、日本酒を飲んで酔っ払った状態で待ち合わせをしましょう。いや、ちょっと待って、今の手の振り方何なの。八神さん、待ちました？
いや、俺も今来たところで。ありがとうございます。いきなりお誘いだったのに、来てくれてありがとうございます。こっちこそ誘ってくれて嬉しかったよ。なら良かったです。サナちゃん、どこか行きたいところある？私ずっと田舎に住んでたので、こういう街はそんなことがなくって、思いっきり遊んでテンションが上がるようなところがいいな。どこで遊ぼうか。待って、酒飲んだ後にダイエットはちょっとあれだな。ゲーセンにするか。ゲームセンターでも行く？はい、私 UFO キャッチャーで、しまった、地雷踏んだ。 UFO キャッチャー苦手なんですよ。私あのぬいぐるみが欲しいんです。集めてるんですよ。手前のやつ取れますか？ああ、任せておいてよ。いやー、あんまり得意じゃないんだよなこれ。よく狙ってください。どれか、こんな感じかな。ダメか。まあでもちょっと近づいたから。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。ちょっとだけこれでいいかな。ちょっとスッとずらすだけでいいから。おお、ああ大丈夫か。よし、いけるいける。おお、危ねえ。よかった。取れた。ペタワンコゴールデンレトリバー。あとはもう一回できるから。左奥のやつも狙ってみるか。こんな感じでどうかな。あーダメか。まあ1回1個取れたから。よし、まあ、1個でいいよね。いいよね。いいっつって。また遊んでくださいね。おい、すごい、本当に取れるなんて。なんとなくコツが分かったかも。もらっていいんですよね。うん、どうしようかな。ああ、もちろん普通に浴びちゃった。選択出なかった。ありがとうございます。お、あら、満タンになった。あー楽しかった。どこかで座って休憩する。そうですね。それもそうですね。はしゃぎすぎて疲れちゃいました。どこ行くんだ。さて何を話そう。カムロ町について。もうカムロ町には慣れた、はい、最初賑やかでびっくりしましたけど、いい人も多いですし好きになりました。いい人多いかな。治安悪いぞここ、それは良かったよ。だけどぶっそうなやつらも多いから気をつけてが普通っぽいけど。カムロ町は俺の庭だ。カムロ町は俺の庭だ。え、どうしたんですか突然。そう言えるくらい慣れた一人前だと思ってね。あ、はあ、頑張ります。しまった、滑ったみたいだ。趣味について全部聞けんのかなこれ。趣味ですか。そうですね、音楽以外だと料理ですかね。料理好きなんだ。得意な料理は。そんなに大したものは作れないですよ。カレーとか肉じゃがとか。カレーなら俺でも作れる。庶民的なものが好きなんだ。これが無難だと思うけど。カレーなら俺も好物だよ。そうなんですか。私もカレー好きなんです。実家のカレーが大好きで、その味を再現しようと頑張ってるんですよ。実家のカレーの味をね、その計画が順調なの。
それが一向に、再現できなくて最近オリジナリティに走ってます。ダメじゃん。和風カレーだったりスパイスに凝ってみたり。そんなに。矢上さんの趣味は何ですか。喧嘩喧嘩かな。喧嘩。うん、最近街を歩いてるだけでやたらと絡まれる機会が多くて、ひどい時は 50m 歩かないうちに3回はチンピラに絡まれるよ。いやいや、いくらカムロ町でもさすがに冗談ですよね。いや、これがマジなんだ。ちょっと厄介な連中に目をつけられちまって、俺を見かけるたびに襲いかかってくるから片っ端から返り討ちにしてるんだけど、これが一向に数が減らないんだ。ゴキブリみたいな連中だよ。それ趣味ですか。どうだろう、でも意外と楽しんでるよ。矢上さんって意外とやんちゃなんですね。写真を撮る。サナちゃん、せっかくだし記念写真でも撮ろうか。そうですね。せっかくだから笑おうか。お、今だ。いいんじゃないこれ。こんな感じかな。うん、これでいいだろう。よく撮れてますね。私も後でくれますか。ああ、送っておくよ。好みの男性について。サナちゃん、どんな男性好みなの。そうですね、いざ聞かれてみると難しいな。年下、年上、どうなの、彼氏いんの、住所はどこ住んでんの、女の兄弟いる。年上ですね。頼りがいのある人が好きなんです。そうなんだ。矢上さんの好みは年下ですか、年上ですか。ここで、この子19歳ぐらいだっけ。同い年、年上とか言ったら好感度下がるかな。こうしよっか。そうなんですか。あ、まあこれ以上上がらないけど。そうなんですか。じゃあ何歳下まで OK なんですか。そうだな、俺が今35だから。あ、ちなみに私は19歳です。20歳上まで OK ですから。待って、これって20歳下、15歳下、5歳下ってことだよな。35引く20だと15歳になっちゃうぞ。15歳マイナスだと20歳だから、ギリギリ1歳届かないんだよな。こうするか。15歳までならまだ話題は合いそう。ってことは20歳ぐらいですね。わあ、私同じぐらいだ。あ、一応あれか、許容範囲ってことか。でもそんなに差があって話題が合いますか。ああ、だってほら、実際こうして三者と楽しく話してるわけだし。よかった、楽しく話してるんですね。これで終わりかな。今日はこんなところかな。なあ、あの人動画でバズってた。ああ、小室町の歌姫だよな。俺の動画もバズんないかな。やっぱ可愛いな、相手彼氏かな。あれってサンちゃんのことだよね。はい。そういえばサンちゃんの上げた動画話題になってるんだっけ。私の歌を知ってもらえるのは嬉しいんですが。撮るな撮るな撮るな、やめろやめろ。そうです、店出よっか。動画の影響力すごいな、まるで芸能人じゃないか。私もこんなことになるなんて田舎に住んでる時は想像もしませんでした。カムロ町で路上ライブをするようになってから急にネットでも注目され始めちゃったんです。それだけサナちゃんには人を引きつける魅力があるってことかな。そう言ってもらえると嬉しいです。注目されすぎるのは怖いけど、芸能事務所のマネージャーとは会ってみるの。はい、とりあえず話は聞いてみるつもりです。困ったことになったら連絡してよ。はい、頼りにしてます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。とっても楽しかったです。ああ、そっか、レベル1から2に上がったってことか。あれがマックスになった。あ、なんか龍が如くのキャバクラでもそんな感じだっけ。不思議だな、矢上さんというとあっという間に時間が過ぎちゃいます。矢上さん、また会ってくださいね。もちろんだよ。それじゃあ進展あったら連絡します。ちょっと待って、一回また振り返ってからまた手振るのあれ何なの。ちょっと待って、あれ結構可愛くない。
そうです。今日はありがとうございました。とっても嬉しかった、楽しかったです。俺も楽しかった。疲れたね。ひどい。俺も楽しかったよ。また遊ぼう。はい、ぜひ。私はいつも時間あるんで声かけてください。ああ、そうだね。空返事は嫌ですよ。空返事だと思われた。でも好感度上がったね。よし、どうすかな。とりあえずこんなもんにしとくか、今回は。多分次回もまたメインストーリー進まないと思います。うん、進められるようだったらやろうと思いますけども、またサイドケースメインになっちゃうかと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。